ただいま留守にしております。ピーッとなったら、ご用件をお話しくださってもいいんだよ。お兄ちゃんは、今電話に出られないの。後で伝えておきますから、メッセージをどうぞ。はい、もしもし。今、お兄ちゃんは留守にしていますけど。お聞きしますけど、お兄ちゃんとは一体どんなご関係なのでしょうか。そうですか。あなたがいくらお兄ちゃんを好きでも、私は認めませんからね。まあ、伝えておいてあげるから、伝言があるなら言いなさいよ。あ、お兄ちゃんは、ギターを弾けば、女の子にモテるとか、本気で考えているみたいで、一生懸命練習しているので、電話に出ることができません。後で伝えておきますから、メッセージをどうぞ。お電話、ありがとうございます。あいにくと、旦那様は、ただいま留守にしておりまして、ご用件の抜きは、メッセージをお残しくださいませ。あ、あのですね、ご主人様は、今ここにいないのです。多分、トイレか、コンビニに買い物に行ったか、その辺にいらっしゃると思うんですけど、私が直接伝えておきますから、メッセージを残してください。もしもし、今、ご主人様と一緒にダンジョンに来ています。声を出すとモンスターが襲ってくるので、電話に出ることができません。生きて戻れたら折り返し電話しますので、メッセージをどうぞ。はい、もしもし。ただいま王様は、国務のために手が離せません。お暇な時に伝えておきますから、メッセージをどうぞ。はい、もしもし、こちら警視庁捜査一課です。ただいま刑事さんたちは、緊急出動で一人残らず出払っておりまして、ご用件は留守番の私が受けたまわります。メッセージをどうぞ。こちらブラボー中隊。山岳移動中に敵に包囲され交戦中。敵の規模、並びに使用火器は不明。繰り返す、敵の規模は全く不明。隊長はただいま。お亡くなりで電話に出られません。メッセージをどうぞ。